アレンジマッチプレー対決。今回賞金を提供してくださるのは有限会社明和様です。ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。勝ったら5万円、負けたら0円。遠藤里乃選手対中谷鈴音選手、よろしくお願いします。お願いします。はい、バーディー狙いに行くがゆえに、りのちゃんはミスが出ちゃってるのかなっていう、すずねちゃんはそこを、まあ、コツコツとパーを取って、まあ、点数が入ってるのでまだまだ分かんないかなって感じですね。の間ぐらいにありそうだね。スネッチも狙ったのかと思ったよ。いや狙ってない狙ってない。普通にミスです。あの黄色木の、うん、狙ったのかと思ったよね。すごいな。すごいっすね。ありがとうございます。あんな高く上がるんだね。今は上げようとして、あ、上げようとしてるんだ。キーやっぱり万が一当たったら嫌だから、多分高めに。 OK、ナイスショー。出ます。ナイスショー。出ます。スネッチの力入ってんだね。やっぱりさ、耐えたいでしょ。やっぱ完璧に勝ちたいんでしょ。勝ちたいですよ。かわいい。勝ちたいもん。力入ってんだね。力入ってんだってね、前に取れる人だから。まだ勝ててないもん ね。頑張ろうとは思いつつも、頑張らなきゃと思ってる。ブーンって言っちゃってね。なるほどね。私あれめっちゃいいショートカットだと思う。楽しみですね。コースなりで。どうしよう。ちょっと待って。でもなら。当てるのがうまいっていうのかね、なんつうんだろうね。クリアの状態ですね。うまく打っちゃってるって感じなんですけど、それを逆に直してる部分ではもっとこう、バーンって振れるように。ちょっとまだ前がいるんで、待ってます。そうだね、乗ってるからね。もう、選べ。なんかなんかすごい感じますよ。もう狙ってるんだ。アイアンでいくっていうのすごいね。205ヤード4番。すげえな。
あれ全然見えなかった、うん、カメラ捉えてるのかわからん多分いい感じで言ってたよね、もうね、眩しそう、消えちゃうんだよね。え、でも良かったでしょ、今、リノちゃん。ちょっと、あ、フェードしなかった。あ、そう。右に行っちゃったってこと？左のバンカーに入ったから。左行った。リンの左のバンカー。あ、そう。左まっすぐ。なんか、フェードしないでまっすぐ。なるほどね。やっぱ木があるから、うん、フェードさせないと。そういうことか。乗らないから、うん、フェードさせたかったんだけど。でもまっすぐ行ったのか。すっごい力入って、うん、めっちゃまっすぐ行った、うん、めっちゃまっすぐ。いや、なんか音良かったからさ。いや、めっちゃ良かった、ね、当たりは。もうただフェードしなかった。そうね、あ、そうか。まっすぐ行きました、ね、本当にバンカー方向でした、全然見えなかったね。左のバンカー入ってます、ね、距離は届いてると思う。すごいとこだった。そうね、絶対パー取ってくるから。2点にするか。いや、これ取るしかないですよ、もうだってもう取るしかない。取って勝負面白くしないから。男気です。攻め攻めだからね。攻め攻めですよ。攻め攻めです。自分のことを嫌わない。まあでも攻めないとイーグルも取れないしね。バーディーも取れないから。届く距離なんですよね。狙いたくなっちゃうんですよ。いや、そう、届いたもんね。届いてましたね、うん、やっぱ白ってあれだね。白って誘惑が、誘惑がちょっとあるな。誘惑すら私にはなかなか狙ってやろうと思う。いないから。悩ましいですけど。誘惑がね。誘惑がね。158ヤードなので今7番ウッドを持ってます。来てるね。うわ、ナイス。バーディーチャンス。
ホールインワン10ポイント。もうホールインワン目指すしかないお、うん、いいよ。美濃選手は左側から。ちょっと傾斜が、傾斜がちょっと、うん、まあ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 。いやでも相手バーディーチャンスなんで。すごい、まあ、そのロングパット入れちゃう。ロングパットを入れるしか道はないです。何回抜きすぎ。ラストホールにダブル得点があるからそれにかけるしかないな。作戦まで漏らすっていう相手に言ってください。作戦まで、もう取るからね。最終で取るから、最終で取ったら勝ちだよ。確定勝ち。そうだね、4ポイントになるからバーディーで。そうなんです。そしたら完全に勝ちですね。さあ参ります。ゆうちゃん面白い。パワー5でまさかあそこでピチャッと寄せてパー取ってくると思わなかった、うん、確かにあれすごかった。あんな素晴らしいアプローチを打ってくると思わ、うん、あれ多分見あのなかったらバーディー取れたんだと思う、うん、ちょっと焦っちゃってバーディー取れたの。トイレ行きたいんで、3打で終わらせます、はい、最終ホールもう早くトイレ行きたいんで。完璧だな。いや、木が当たってどっち跳ねたか。やばい、OB って。でもさ、めっちゃひどちゃんのトイレを。トイレ来た。もう何で最後さ詰まってるの。トイレを我慢して打ちます、はい、4番やん。OK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  右だけは行かないように気をつけて。OKOK あの辺ないのかな。それであの辺です。ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっと右。あちょっとダブルポイント来たのに。来たらサドンデスだったら、ね、ナイスバーン。あ、パーじゃないか、ボギーです。ありがとうございました。100点なし。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。最後トラブルがいろいろトラブル。頑張った頑張った。いやー、最後入れたかったな。そうだね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、遠藤里乃選手対中谷静音選手、結果を発表したいと思います。遠藤里乃選手獲得ポイント1ポイント、中谷静音選手獲得ポイント3ポイント、勝者中谷静音選手です。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。これが噂の賞金ボス。初めてこんな大きいのいただきます。数字はそんなに、はい、ちょっとサポートしてもらって、はい、これがね、なんかね、かわいそうっていう。もうかわいそうですよ。勝利した選手には有限会社明和様より賞金5万円が与えられます。ありがとうございます。中谷静音選手おめでとうございます。ありがとうございます、はい、それではインタビューに移りたいと思います、はい、まず本日戦っていただいた遠藤里乃選手、はい、試合を終えてどうでしたか？悔しい。一言で言うと、もったいないミスが多かったですね。チャンスにつけておきながら、すごいケアレスミスをしてたんで、そこが今回敗因だったと思います。次回に向けて練習頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。次に本日見事勝利を収めました中谷静音選手、お願いします。はい、今日はすごく地道にやろうって監督にも指導いただきました。いやでも本当に最後まで最終ホールまでいのちゃんを全然バーディー取ってくれる選手だし、イーグルも狙ってて、本当に私にはないゴルフを持っててすごくかっこいいんですけど、なんかそれがたまたま私は地道にやったのがうまくいって、こうやっていただけたのが本当に、いや本当にナイスプレーです。いや、うん、だから自分もまたゴルフ磨いて、また一緒に勝負してもらえればいいなと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、両選手とも最後まで真剣に勝負ありがとうございました。ありがとうございました。はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございました。はい、今年度の開催の賞金スポンサーさんはまだ募集しておりますので、興味のある方は詳しくは概要欄に書いてありますのでご確認お願いします。はい、じゃあ締めますね。はい、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあね、でもまあ、リノちゃんがね、やっぱバーディー取るぞって言って盛り上げてくれた感はすごいあったよ。そうなんですよ。あ、もう悔しい。そうだね。なんかいつもだったらあそこのホール絶対バーディー取るんですよ、あのパー5。うん、あの一見のところね。そうなんですよね、狙いに行っちゃったんだよな、力入って。悔しい一言です。でも鈴内が怖かったですよ。それが怖かったですよ。いつでも取ってこれるぜみたいな。鈴内が本当にもうちゃんとパーでしのいでたから。そうね、だからバーディー取らなきゃと思って、うんうん、そうだよね、うん、確かに。だからいいプレーだったからすごい引き出されたっていうかね。そう、うん、ボギーとか打ってたら、うん、バーでいいやって思っちゃった、うん、そうだね、うんうんうん、でもバーディー取れなきゃ勝てないって思ったから、うん、そうだね、もう全部バーディー狙ってる、うん、
今回はもうスズメッチに乾杯ですよ、ね。うん、いやでもこういう勝負しててちゃんとあの私勝ったの初めてなんですよ。だから素直に嬉しいけどまたねちょっとリベンジが。スズメッチにそうだねこういう勝負初めて負けた。超悔しい。超悔しい。バキバキに攻めてたから。安全に行ってけばよかったんだ。いい、まあ、確かに安全に行ってたらまたもうちょっとこう落ち二人が競ってたかもしれないけど。まあ、ちょっと私のスタイル変えていかないといけないですね。スタイル変えていくっすか。今日もさ、今日がスタイル変わってたんじゃないですか、いつもと。そんな気がする。まあそうだ、でも基本攻めなんですよ。基本攻めでもイケイケなんですよ。うんうん、守りも入れていかないとね。攻めるとか攻める、守るとか守る。まあハーフって短いからね。うん、なんで前半のバーディーが出なかったんだって思った。確かに前半は良かったもんね。本当ですよ、バーディー取れてて。そうね、この後の練習流れる練習ラウンドの方を前半にやってるんだけど、それはすごい良かったんだよね。うん、結構バーディー取れてね、まあ、調子いいなみたいな。まあまあまあ今日は、はい、そういう日だった。悔しいね。悔しい。またね、2人もなんかリベンジしてもらって、うん、もらえたら嬉しいです。はい、リベンジしたいです、はい、お願いします。はい、スズメッチよろしくお願いします。ということで賞金スポンサー様をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、入りますか。入ります。入りましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。